プライベートでどんな遊びしたの？飲みとかじゃなくても。なんかあったの？一回、僕は、それこそ隼人と、年末ですね、USJ 行きました。カウントダウン。大人数で。なんで？男20人ぐらいで行きました。女性は？いや、もうゼロです。本当かよ。これ本当なんですよ。これ本当ゼロ。プロ野球選手20人。いや、違います。もう隼人の方が高校の同級生とか、地元の友達とか、で、僕と、で、あと、誰がいたかな？プロ野球選手は僕と隼人だけです。あとはもう本当もう昔のからの仲間みたいな感じで行って、で、USJ で、その乗り物の待ってる時に、僕らね、USJ 行った時に、並ばなくてもいいチケットもらったんですよ。うん、その全部こうスルーしていけるみたいなもらって、で、並んでる時に、その乗り物乗る前に、店員が号泣してるんですよ。早く見て。もう大号泣してるんですよ。もう、めちゃくちゃファンですみたいな。もうこんなとこで会えると思いませんでした。みたいな女の子がもう大号泣してて。で、まあ、隼人もありがとうみたいな感じでやってあげてて。その後、ポッと僕の方を振り向いて、2秒ぐらいでもうすって動きましたね。俺の顔してるのかいみたいな。